はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村の農業日記、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日ですね、2月の今日は18日日曜日に撮影しております。で今日ねこちらねいつもとね状況というか何でしょう、後ろの背景が違うかなと思うんですが、今日はねテーマとしてなんですけど、こちら育苗ハウスの方に来てるんですけど、まあ、今回その中でもこの育苗ハウスの今の進捗状況ですね、まあ、いよいよね育苗期も始まる兆しが見えてきましたので、まあ今どういった感じなのかというところを撮ってきましたので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、こちら育苗ハウスの方に来ておりますので、まあ、今の育苗ハウスの進捗状況と、まあ、今年からねちょっとビニールも張り替えましたので、そういったところのご紹介もお願いします。はい、こんにちは。もう2月のビニール張り終わったのは14日なんですけど、今日は18日、早いものですね。もう来年の苗の準備を我が家の方ではやってます。2月中、3月の下旬にはもう親苗が届くような状況ですから、それ前にもう下準備っていうことで、いつもはね、古いビニールなんかを使ってやってたんですけど、どうしても破れたり暗くなってたり、いろんな悪条件があるんで、思い切ってね、ビニールを張り替えました。6棟お値段の方もだいぶ高騰しております。前よりはね、20万ぐらい全体で上がっちゃったって感じかな。6棟で、だいぶ高い。でも濃尾より今度は PO って言って多年張りのビニールに変えました。目的は長く持つ、まあ濃尾であれば 2,3 年かな、それよりちょっと持つから、手間の方がね、どうしてもシーズン中はイチゴの収穫販売いろんなことがあるんで、こちらがおろそかになっちゃうと作業が後手後手に回るし時間が短いんで、そのためにねちょっと多年張りを進められたんでね、このように、まあビニールとしてはね、色その他は変わらないと思うんですけど、張り替えができなくて、3年ぐらいは持つってメーカーの方も言ってるんですから、それを信用して、どこでもやってるように横を止めして、はい、ちょっと入れますね。これを手が場所場所に入れて、あとはマイカー線はね、本当のこれ、巻き上げが飛ばないような感じの押さえで、風の時はもうちょい細かく入れてもいいとは思うんですけど、このような感じで、今年は2月中にも半日で6棟かけたんで、ちょっと気持ち的には楽なんで、やっぱりビニール張りは風がない時にっていう感じですね。あと中の方はね、映像止めて中の方の映像を映したいと思います。チャンネル登録お願いします。はい、ではですね、育苗ハウスの中に入れましたんで、今の中の状況もご紹介お願いします。はい、それではね、中の状況なんで、このように、毎年同じような風景なんですけど、毎年問題なのは草が生えちゃう。毎年除草剤をかけて、もう下の方の草はね取り終わってね、まだ残ってる状態です。これはねやっぱりきれいにしてから、すくすく取れ、すくすくじゃなくてプランターをここへ並べてからすくすく置くようなもんなんですけど、もう土入れもね、土の方もだいぶ500体から600体ぐらい使うんですけど、プランターの方もだいぶ傷んでるのもあるし、新しいのとチェンジしたりね、いろんなことをして、近日中には何頭かつつやっていきたいなと思ってます。それにね、これなんですけど、掃除するときにはこれが一番早い、ブロワーってやつなんですけど、これでバーってやって集めて、掃除をするっていうんですか、前はほうきなんかでやってたんですけど、どうしてもね、大変だったんで、やっぱり農家の人もねちょっと楽した方がいいと思って、使い方は機械なんで、使い方を間違わないで上手に利用すれば作業効率がとても上がります。前は従業員に履かしてたんですけど、なかなか終わんないんでね、やっぱり時間は貴重なんで、その時これで、下のやつですね、下がだいぶ
あの土なんかがね、これ落ちてるんですよ。あと草の残ってる、こういうのもやっぱりね、草が草を呼んで草だらけになっちゃいますから、苗があるとのもう除草剤もなかなか振りにくいんで、いくら養生シートを貼ってても土がこぼれてると草が吐きますから、きれいになるべくきれいに掃除して、一からまたやり直しっていうような段階で苗を取ってきるんで、早め早めの準備、2月から3月上旬には完全に、プランターをここへ並べるまで、終わりにしたいと思います。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、育苗ハウスの進捗状況についてのね、ご紹介動画になりました。いかがだったでしょうか。まあ、育苗ハウスに関してはね、特段ね、まあ、これっていうことはないんですけど、やっぱり一つ、まあ、なんでしょうね、言いたいこととしては、収穫期だけではなくて、こういった次の育苗の作業も、ちょこちょここう、時間の合間を縫ってやっていくのが非常に大切かなと思います。今ね、本当にこのイチゴ農家さん、収穫に追われていて、もう、天気もいいんでね、イチゴもすごくなってて、なんかパック詰めとか、収穫とか、あとは、まあ、場合によっては、その、冠水とか、そういった、まあ、収穫期のハウスの方の作業がすごく大変なんじゃないかなと思うんですけど、その中でも、まあ、こっちの育苗作業っていうのもね、まあ、3月になると本当に親株、まあ、栃木県の場合はね、3月ぐらいに配布されることが多いんで、本当にそういったところで、いろんな作業がどん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 こう、来ますんでね、ぜひね、それに間に合うように作業していただけたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。ただですね、次回も動画撮っていきますので、ぜひご覧ください。最後いきます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、この YouTube っていうことでとても嬉しいことがありました。昨日なんですけど、40年ぶりですね、高校の時の一緒に通学していた友人と会って、悪かったんですけど、名字を忘れ、あだ名でとうと呼んでたもんで、それしか頭になかったもんで、あだ名で呼ぶわけいかなかったんで名前の方はね、なんとなく で友人に聞いたら、何々さんですじゃないのかな、なんていうことで、高校時代はあまり喋らなかったんですけど、今はだいぶやっぱり60っていう年になって、いろいろ変わってきたっていうんですか、人間的に。だからだいぶ弁の方もよく喋れるようになって、楽しく1時間ぐらい話したんですけど、たまたまタカチャンネルっていうんですか、石橋貴明さんの番組を見て、それも友人が吉村が出てるからっていうので、言われて見たら、あ、出てると思ったら会いたくなったって来てくれた。やっぱりいい、なんちんですかね、このマスメディア、ただの映像、一方的なやつかもしれないんですけど、そういうきっかけを作ってくれるっていうことで、やっぱりいい、すごいっていうんですか、なかなか会う機会がないって、普通はそこらであってももう、体とか顔、まあ、頭なんかもだいぶ変わってきたんで、特にそんな感じを受けます。とても嬉しい一時を、この、YouTube っていうのの、手助けによって会えたっていうのが本当に嬉しいですね。やっぱり、それに、友達と会う、学生の頃の友人、いろんな方、私もいろんな、友人、先輩、後輩とか、やっぱり会うとか話すっていうのは、やっぱり元に戻れる、一瞬でも戻れる、若かった頃の純粋な気持ちに戻れるってことはとても楽しいことです。新規就農なんかの人もね、やっぱり仕事ばっかりじゃなくて、いろんなことをやったり、たまには同級生と会ったり、いろんな経験を戻って一からや考え直すとか、いろんなことをしていった方がいいと思います。そんなとこです。はい、ですね、次回の動画の告知になります。次回の動画なんですが、3月の21日、ごめんなさい、2月の21日ですね、水曜日配信になります。内容としてなんですが、まあ、いよいよね、2月の中旬になりましたね。今回はいちごりハウスの方に行きまして、まあ、いろんな品種をピックアップしてですね、ちょっと見ていこうかなと思いますので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。
ここ最近ですね、花粉が非常にひどいんですね。風とか吹いてると花粉も飛んでるからって感じなんで、ぜひね、花粉症の方、まあ、お互いに、まあ、僕も花粉症なんですけど、本当にね、気をつけていきましょうってところで、また次回の動画でお会いしましょう。よろしくお願いします。